え皆さん、お疲れ様です。スターライトと申します。はい、えー、今回なんですけれども、あの、お知らせで、まあね、えー、まあ来ていた、来ていた通り、えー、ガチャが <laughs> 来てますので <laughs>、いやー、よう来るね、うん。まあ、来てるんでね、これちょっとね、見ていこうかなと思うんですけれども、ね来たね、<laughs> あのー、 自分の動画かライブかなんかで、えー、次ね、えー、来るガチャというかその、うん、ダブルネームキャラとして出るのはガイがガイじゃない、あ、ガイか。が絡んでくるんかなという話してて、えー、矢先にやはりまあ来ると、まあガイと、まあカカシ、カカシガイっていうところで、まあ忍法人キャラとして、えー、まあ新規実装されてるわけなんですけれども、まあこれちょっとね、見ていこうかなというやつです。あこれ作画、もうほぼほぼ完璧やね。うん。<laughs> <laughs> これはちょっとずるいでしょっていう話。うん、この二人を並べてこんな感じでやられるともうみんなこう心うつかまれるよっていうようなところなんですけれども、まあ、スキルの方もちょっと見ていきましょう。あまあ、固有のスキルというところで一度に共に固有なんですけれども、上の方が敵全体に与えるスキルというようなところで、えっ、ー、と、普通のダメージと耐性を無視してこれ麻痺やんよね、これ。 これめちゃめちゃ強いんちゃうかなと思ってます。えっ、ー、と、一応敵全体に、えー、与えれるっていうなところなんで、これ結構強いんじゃないかな。うん。だからスキップとか、その辺は対策してるっていう、あのー、 キャラあー小級試験に至っても、うん、言えることなんですけど、対策をしているような、えー、ところが大いにあると思うんですけど、こう麻痺っていうところはね。結構あのもんまあ、いけるんじゃないかなと個人的には思ってます。で、さらに加えて、この麻痺状態の場合は追撃が。まあ一応4個あってこれ必中スキルっていうようなところで。 ああ、まあ、うん。4回、まあまあいいよね。4回でも十分の追撃っていうところがあるんで、これ結構いいんじゃないかなと思います。で、スキルに,に関しては、えー、単体に耐性無視のスキル、えー。ただしこっちの方は、えっ、ー、とー、行動を無駄にするっていうところなんで、まあ、ここはあんまり、ださっきも言ったようにスキップをこう、向こうにしてるアビリティつけてるだとか、まあ、そういった対策をしてるキャラたちっていうのはもうかなり多いと思うんで、まあ、ここが入るっていうのは、 あんまり期待できへんかな、というようなところで。ただしこれに関しては、追撃が10回あると、まあ必中好きなんですけど、10回あるっていうところなんで、まあ要はその場面場面で使い分けができるっていうところでね。うん。あの、残り1体になって、かつ耐性無視のスキルが通るような相手に対しては、まあ耐えるっていうところもね、当然今のキャラはほぼほぼあると、ああいうところになるんですけども、この耐性無視の追撃10回っていうところが結構ね、あの、その辺に関しては、その場面に関しては、 うん。あの、使い分けできるんかなというようなスキルになっておると。あ,あいうところで。人法師に関しては、まあ結構あの、既存のような、うん、あのー、特にめちゃめちゃ新しいっていうような感じではないと思うんですけど。うん。まあまあまあ、いいんじゃないかなと思います。うん。強いよね、これ。 と思いますよ。まあ、欲しいしね、ほんで。<laughs> まあ、っていうような感じで、スキル、アビリティの方を見ていきましょう。体調スキルはかなり優秀かなと、個人的には思います。まあ、100%アップというのは、い,いええー、スキル発動速度がアップ。えー、そして、一回行動まで全スキル無効っていうところがあるんで。まあ、これはまあまあいいんじゃないかな。ただし、あの、全スキル無効のアビリティがもともとついてるキャラとかっていうのは結構おるんで、まあ、ニングだとか。うん。まあ、この辺がまあまあっていうところがあるんで、ないキャラに対してはかなり有効かな。うん。 まあそういった意味でそこまでズバ抜けてるっていうところではもしかしたらないのかもしれないですけど、まあ最近のキャラのあの出具合っていうかその実装してる傾向的にはこの葉が結構多くて、まあ忍法人に関してはこの葉絡みがほとんどやと思うんで、っていうか全部かなうん。っていうところなんで、まあこういった形の体調スキルっていうのはまだまだ全然ね、いけるんかなというような印象です。 で、アビリティ1の方は、まあ、結構、うん、あれやね。うん、まあ、よくあるやつ。<laughs> で、素早さが660%、666%アップっていうところなんで、まあまあ、異常な数値になってるんですけども、そもそものステータスの、あの、母数が低いんで、 まあこんな感じになってるんですけども。こういう、あの、基礎の素早さが低いタイプのキャラっていうのは、一個注意しなかないといけないのは、ま、ングつけるときですよね。あの素早さアップを、ま、測ろうとしてングをつけるときに、ま、何パーセントアップっていうところのングをつけてしまうと、さほど恩恵がないと。あの、例えば、あの、この派の勲章みたいな,なん、何、何方アップ、個数、固定数、うん、がアップするっていうような、ま、素早さに関して言えば、 そういった任務をつける方が、こういったキャラには有効かなというのは、まあ、皆さん知ってはると思うんですけど、まあ、あの、結構、あの、6周年から始められた方とか、その前後で始められた方っていうのは結構いてると思うんで、まあ、そういった形でそこは注意していただきたいなというところではあります。で、そして、アビリティ2に関しては、0以下で3回 HP 回復。まあまあ、よきよき。うん、全然いいよね。 で、二回コードまで全スキル向こう、えっ、ー、と、非攻撃時に、えー、確率で即アクションというところで、まあ、これだから、忍法人とかと、えー、結構絡んでるのと、あとはその、隊長スキルとも結構ダブってるというか絡んでるところがあるんで、ま、あこの子を例えば、まあ、入れる編成だとしても、まあ、リーダーというよりも、うん、あの、誰かのリーダーの下に置くっていうところが、結構有効になってくるのかなと、というような印象ではあるが、もうこれ、まあ、ま、やっぱこの麻痺をね、 うん、なんといっても、これは結構やっぱ刺さってくるんじゃないかな、とは思います。はい。まあ、カかしの方かなうん、スキルになってくるような感じかなと思います。はい。で、下の、ま、キャラとしては忍法人のキャラと、ま、あま、あちょっと忘れ去られた忍法人 <laughs>。<laughs> どうするんやね、これね。うん、まあ、まあ、ま、あ絵 <laughs> として。まあ、自分持ってないんで、なんとも言えないですけど。 えー、港クシナと柱間マダというところで、この二人はもうめちゃめちゃ強いよね。まだまだ全然もうめちゃめちゃ強いんで、まあこれ持ってない方いらっしゃいましたら、というかまあ持ってない方は狙ってもいいというか、当たったらもう大当たりよね、えー、というような感じ、この二人はね、うんえー。そして下の、えー、星7の、えー、と新人祭と発信という、新人祭というか新人と発信というところになるんですけども、まあ毎度毎度入っているキャラたちは、うん、ほとんどなんですけど、まあこの辺でも当たりキャラというのは結構おるんで、 まあ、この辺の前で言ってるような日向だとか、まあい、いっときのあれはまたあれですけど、うん <laughs>、いっときのまたあれはあれで、何言うてんねんって話ですよ <laughs>。<laughs> まあ、いっときの勢いはなくなったとはいえ、まだイズナは強いよね。ねまあ、この辺のまあサポート優秀なえ桜およびこの赤月キラーのになると、この辺もまだ全然強いよね。っていうような感じで、 えーとそういったキャラも一応中には入っておるで。下に関しては、まあもうちょっとごめんなさい枠にだんだんなってくるわけなんですけれども、まあ上のこの辺かな、まだね、うーんっていうところは、まあ結構大当たりな部類にはなってくるのかなというところにはなってるんですけれども、まあね、あのー、引いてもいいと思います、ね、正直。うーんあのー、この辺のね、あの絆、ー、キ,キャラもね、当然強いとは思うんですけれども。 ま、これに関してはコストゼロっていうところを目指していくっていうのがね、あのー、なんて言ったいかな、うん、ーん、定石というか、目指していきたいところにはなってるんですけども、ま、これに関しては母体をとりあえず当てればっていうところはあるんで、ま、そういった意味でも、ここは一回ね、狙ってみても、まあいいのかなという、ガチャガチャにはなってるかなと思います。はい。えー、というわけで、まあちょっとね、石70個あるからね、これ引こうかどうかね、正直今迷ってる。うん、迷ってるんですよね。というのも、その、えー、っと、 以前ですね、以前っていうか、前回、前々回ぐらいかな、あの、港クシナが当たったっていうところもあるんで、まずはその、覚醒素材だとか、強化素材、いや強化素材じゃないな、覚醒素材かな、が、まあ、ちょっとまあ、枯渇してるんで、結局当たったところで、球団覚醒までいけないっていうところがまず一つと、えー、港クシナがおる手前上、編成もちょっと、あのー、枠がね、 当たったところで枠がないっていうところがあるんで、まあそういった意味では我慢してもいいかなと今ちょっと思っておる。うん、思っておる。欲しいよ。めちゃめちゃ欲しいんですけど、まあ我慢も一つかなと、ああいうような感じで、えー、今はね、ちょっと経過というかその使った感じの えー、当たった、当たられた方のね、えー、お話とかも聞きながらちょっとね、考えていきたいなと思ってるんですけども、まあ、なぜ麻痺が強いと思う、うん、まあ見た感じはね、うん、まあどんぐらい刺さるかっていうところはポイントにはなってくると思うんですけども、まあその辺もね、ちょっとね、見ながら、あ全然ね、まだ今今引く必要があるかっていうところもあるんで、うん、あの、見ていって判断していきたいなと、はい、思っております。というところで、えー、今回の動画はここでお開きとさせていただきたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。